ある男がインターネットで怖い話を見つけたんだ。それは、ある呪いの動画を見ると、その動画に出てくる人物が次々に不幸になるっていう内容だった。この男は興味本位でその動画を見てしまった。すると、その日の夜から不気味な音が夢に現れるようになって、毎晩不眠になってしまったんだ。ある日、その男が友達とクラブで楽しく盛り上がっていたところ、突然その動画に出てくる人物に似た男が現れた。そしてクラブが大混乱になり、その男は何者かに引きずり込まれてしまった。その後、その男の行方は分からず、警察も手をこまねいていた。そしてある日、その男が自宅の前で無残な姿で発見された。どうやら、呪いの動画を見たことが原因で、彼に災厄が訪れたようなんだ。その後、その動画はインターネットから消えてしまったらしいけど、誰かがもし見つけたら、1秒でも見ない方がいいね。